東京農業教育専門学校は、かつての農業教員養成機関としての農林系、旧制専門学校。つくば大学生物資源学類の前身となった学校で、帝国大学農科大学付属の農業、教員養成所を母体としている。当時、農林学校の教員養成を行っていたのは、この農業教員養成所だけであった。関東大震災後、 第一高等学校と東京帝国大学との敷地交換による農学部の本郷への統合移転構想と文部省の制度改革の煽りを受け、1937年、駒場に残って開校した。独立に至った背景には、移転構想が1931年に決定し1935年までに移転することとなったが、この時期文部省は教員養成制度改革で、 制度一本化する構想から、養成所の廃止論が浮上したことによる。結局、関係者や卒業生などの反対運動で撤回され、代わりに単独学校という形での存続が決定された。1898年前後から、旧正高等学校レベルの農林系、専門学校設立への動きが活発化し、1898年の全国、 農学校長会議でも、高等学校程度の農学校設立に関する権威が採択されている。この時農業学校教員の確保に関しても権威がなされる。農業学校教員の養成期間不足は以前から指摘されていたのである。なお、東京帝国大学農科大学、農学部の付属学校を母体とした専門学校で同時期に発足したもう一方の 東京高等農林学校は高等農林学校の系統になるが、この学校は戦前を通して市範学校系か農林学校系か曖昧なままであった。開校時は本会地下のみであったが、その後のおと、林、農業科学、農業工学、農村経済という語学科編成に改祖されている。この学校は戦後の学生改祖で、 東京教育大学に包括された。1899年当時東京府有原野郡目黒村大技上目黒技駒場にあった東京帝国大学農家大学校内に設置された農業教員養成所が開校。1919年東京帝国大学農家大学が東京帝国大学農学部に改称され農業教員養成所は 東京帝国大学農学部付属となる。1937年、東京帝国大学農学部付属農業、教員養成所が廃止され、東京農業教育専門学校が発足する。1940年、付属農場を東京市世田谷区祖師谷に設置。1943年、農業教員養成所1944年、 農業教員養成所を付設する。1945年、女子農業教員養成所を付設する。同年、長野県南作郡延山に付属延山農場を設置する。1946年、農学科、農芸科学科、農業土木学科、林学科の4課体制にする。1949年の国立学校設置法により東京教育大学に、 包括、農学部として発足。ありがとうございます。